乱中乱中は、金魚の一品種。背びれがなく、ずんぐりとした、魚体、頭部の肉粒の隆気などが特色である。形態的な特徴としてまず背びれがない。他のヒレも大きく広がらない。尾びれは、金魚の典型である三つをあるいは四つを、桜を標準とする。生まれた時は、黒いが途中で赤くなり、生態は素赤か、スワカかサラサと呼ばれる紅白の模様のものが多い。 参考。体は次第に厚みを持ち、特に頭部には肉瘤を発達させる。この肉瘤がライオンの頭部を彷彿とさせるためか、ライオンヘッドゴールドフィッシュの英名が付けられている。卵中に関する記録は、江戸時代の金魚溶岩草に卵虫とあるものが古いものである。惑金から品種改良され、背びれのないマルコを経て現代見るような姿になったのは、 明治時代以降の品種改良からである。明治以降に品評会の文化が発展するとともに、神尾眼の違いからいくつかの系列が現れた。江戸期に乱中として文家宮浮世絵に登場する古代群である。背びれがない丸い背中と開いた尾びれを有する。肉瘤は発達せず、花草と呼ばれる丸い粒のようなコブが左右の目の前に形成される程度である。 卵虫の体色や体系についてる一化が行われたのもこの個体群においてである。しかし明治期の登場した境界系やうの系に押され、飼育数は減少。第二次世界大戦の戦災によって絶滅した。戦後に肉竜の少ない卵虫と南京、土砂筋、花房などを使用して復元された。明治期に東京の初代石川亀吉が作出した個体群は、 現在の乱中の基礎の一つである。以降、現在の品評会につながる鑑賞会が行われ、愛好会も結成されるようになった。全日本乱中連盟によって、石川家は乱中の宗家の称号を贈られた。この石川亀吉の乱中に連なる系列を、日本乱中協会が基準としたために、協会系あるいは宗家系と呼ぶ。この系列は、 力強い体型等の形態の近世、泳ぎ方の美しさを重視する。同じ頃京都では陶芸家、宇野忍末が趣味で乱中を飼育し、境界系の乱中などをもとに彼の審美眼で選抜され、審美の基準が確立された。これの系列を宇野系という。この系列は、肉流の発達と色彩の美しさを重んじ体系の大きいものは好まれない。 境界系と宇野系は、神秘の基準が異なるために、全く違うものとして扱われ、品評会でも同時に並ぶことはない。大阪蘭中は、蘭中の干渉文化の基礎を作ったが、現在のものは、終戦後復元されたものであり別の品種とみなされる。またこれらの系列に以外にも、現在でも、全国の生産者が、独自の神秘眼で、新しい美しさを提案した。 個体群を作出している。一般的な飼い方は他の金魚に順ずる。ついたちミを置きした水を用意して水槽の中に入れる。そしてろ過装置を入れてポンプを入れる。洗った石や砂利を下に敷く。餌は口が下にあるため不要性のものではなく沈降性のものを与える。冷凍乾燥糸ミミズ、赤虫、ミジンコでもよい。卵中には個体の形態、色彩。 泳ぎ方を審査する品評会という文化があるため、愛好家は品評会で良い成績を出す個体を育成するために、新魚の剪定、繁殖、小引きと呼ばれる稚魚の育成から選抜まで1年かけて行う。そのために、船と呼ばれる一坪程度の底の浅い水槽を使用する。ランチュ中は、ガラス水槽の登場する以前の江戸時代からの金魚の干渉する方法。 植え身で楽しむために改良を加えられたもので、乱中専用の浅い水槽が販売されている。金魚には品評会という文化があるが、乱中は特にその文化が発展している。品評会では、審査対象の個体を白い洗面器に泳がせ、植え身で、形態、色彩、泳ぎ方などを総合的に審査する。そして、相撲の番付のように、上位5位までを東大関、 西大関、立行寺、東取締、西取締と呼び、6位以下を第1席、第2席、第3席と順位をつける。このような品評会は、全国各地にある愛好会で開催されており、愛好会会員は、品評会で上位に選ばれる有料な個体を育成するのにしのぎを削っている。ありがとうございます。